はい、おはようございます、ジャン君。今日は、12月20日です。20日、21、22日、この3日間、クロケンおよびマオイは、コンサートに3回出ます。まあ今日は、オープンマイクですので、クロケンだけが、そんなに気を張らずね、みんな仲間ばっかりなので、行ってきます。まあ明日が、フォークソング同好会のまあ打ち上げというかクリスマスパーティーということで、ここも半分は、いつもの顔ぶれなんですけれども、ギター教室のですね生徒さんも一緒に出ます。早い時間は、生徒さんの時間で夕方ぐらいから、フォークソング同好会、まあ大人の時間といえばそういうことですか、なんですけれども、その人たち、お、あ、とっと爪を立てないでね、立てないでね、にまあ聞いてもらえるということで、まあコンサートの気分で行ってきます。緊張してやりたいと。で、明日のクリスマスで歌う、曲を今日の夜の、オープンマイクではね、まあリハーサル代わりにさせてもらおうかなと思っています。そして22日は、クリスマスパーコンサート合唱団ということになります。原宿の音伝という合唱団に、参加していますが、そちらの発表会というか、全部で7つかぐらいの、合唱団が集まります。もう幼稚園の子からですね、90歳って言ったかな、90歳の方まで、もういっぱいいろいろです。とてもいい、いつもですね毎年いいコンサートになってますので、そちらの方で歌います。これはマオイママさんも一緒です。で、ポンちゃんにも、お願いしたいんですが、いつもギターケースの上に乗ってですね、阻止しよう、あれ阻止しようっていうわけではないのかな、あそこが座りやすいんだよね。また今日もお願いします。あのシーンなかなか可愛いですよ。はい、じゃあちょっとね、3日間お出かけ多いけど仲良くしててね。